こんにちは、コウジュンです。で、次は前の続きなんですけど、ブルースの進行に合わせてドゥッドゥタッドゥッドゥッドゥタッタをやっていこうっていうことなんですけど、 E の進行っていうのが E7 を4小節やって、次 A2 小節やって、で E2 小節やって、で次が BAEB みたいな感じなんですけど、わかりますかね。すごい有名だから大体の人わかると思うんですけど、このリュックサック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 っていうのをやりながら、このワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォーって、このワン・ツー・スリー・フォーって一回言うごとに一小節なんですよ。で、それが4小節 E が続くよっていうことですね。で、E ってことなんですけど、なんかクイックって言って、この E の後すぐ次の小節で A に行くパターンがあるんですよ。僕そのパターンばかりやるんで、そのパターンで今回は教えていきます。E を1小節。リュックサック。まあリュックサック2回やるって感じですね。で、次 A。で、また E に戻る。もう一回 E。はい。これがまず最初の4小節です。これ簡単ですよね。で、A 行って。で、E もう一回。これが最初の4小節。次の4小節は A 2回。C、2、3。で、A、E。OK ですか？A を2回、2小節。A。その最後の4小節が B から始まります。ちょっと B 大変かもしれないですね。前のレッスンで教えてなかったんで、 B っていうのは左手で左手の人差し指で5弦の2フレットを押さえて、で薬指で4弦の4フレット、こういうやつですね。これやりながら小指を4弦の6フレットまでこう伸ばせますか？こう伸ばせますか？この薬指と小指でこんな開かないよっていう人は、ここ中指でもいいですよ。4弦の4フレット。こうでもいいんで。とにかく気合で小指を6フレットまで届かせるっていうのが。これでリュックサック、リュックサックってやります。OK ですか？で、最後っていうのが、リュックサック、リュックサック、この B を1小節。で、A、1小節。で、E を1小節。で、B を1小節。もう一回言いますよ。B を1小節、A を1小節、E を1小節。んで、また B を1小節。で、また一番最初に戻ります。じゃあ最初からもう一回やりますね。まずは E を、1小節やって、A に1小節行って、E を2小節。それで最初の4小節です。これ。2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、2、2、3、4。はい、これが最初の4小節。で、次が A を2小節と E を2小節。2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4。はい、これで、5小節目から8小節目。で、最後の9から12が B から。B で、また最後 E に戻って、はい、終わりですっていうのが普通のブルースの進行ですね。これがまあとりあえずできてれば、セッションやるときに、ああこれ弾いといて、でずっとこれ弾いてたら、ソロばっかり練習したい人に、お前いいね、お前ずっと一緒にいたい、ずっとバッキング弾いてくれるって
褒められるっていう特権もありますね。で、はい。でも、このブルースっていうのは、この、今の進行で成り立ってはいるんですけど、必ずって言っていいぐらい、この最後の B の、B から、で、次 E と B なんですけど、ここでなんか必殺技が繰り出されるんですよ。必ず。次の回に、次のお話に行くよっていう、まあ、ターンアラウンドっていうんですけど、まだまだ続くよ、なのか、もう終わりだよっていうのなのか、どっちかが必ず大体入るんですよ、この。例えば、みたいなのまた入ったりとか、今のとか、いっぱいあるんですけどね。こういう。だったり、簡単なので言ったら、まあもう死ぬほどあるんですけど、一番簡単そうでちょっとかっこいいかなっていうやつ教えますね。それはまずやるタイミングっていうのが最後の B A 次の E から B にかけてターンアラウンドっていう必殺技をやります。で、それをじゃあフレーズ1個だけ。まあ、初心者でもすぐできるよっていう簡単なやつを教えます。こっちまでってやった。これにしましょう。B、B でリュックサック、リュックサックで、A のリュックサック、リュックサック。で、そしたら次の E になるところから、これは、2弦の5フレット2弦の5フレットから3フレットで2フレット1フレット0 2弦で2弦の5、3、2、1、0って弾くんだけど、1弦は0をずっと鳴らしたまんま、これ OK ですか？リズムはリュックサックリュックサックじゃっていう、リュックサックリュックサックじゃ、うん、リタラタラタラタまで行ったらもう B、 次 B の世界入ってるから、5弦の0012ダダダダダダ、中指で5弦の012ダダダってやったら B7 のこのローコード分かりますか？このコード押さえて、ジャーンとか言って弾くっていう雑な説明ですけど、っていうのをやってみてください。これだけ全然かっこよくないしってなるかもしれないんで、もう一個だけじゃあ軽く教えておきます。やったら、まず E の時に、じゃって一回切ります。だった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 だだ、じゃってやったら、これどうですかね？D7 ってわかりますか？ローコードの。この D7 の形のまま、4フレットまでずらして、これまあ E7 の、他の形なんですけど、これで、3、1、2弦。3、1、2弦ってアルペジオみたいに弾いて、そのまま半音ずつ下がっていく。3回。OK ですか？この時指使える人は指使ってもいいですよ。こういう。で、まあピックでもいいです。ってやったら、この、E の3度、3弦の0から1に、こう、ハンマリングして、プリング、これ、ドゥルリリ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 っていうトリック。できたら、まあ、できんかったら、ただこれでもいいですけど。ってやって、またいつもの、ドゥドゥドゥ、これもドゥドゥドゥやっとけば、とりあえず逃れられるっていう。じゃ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 
ガッタガッタまでやったら、じゃん、トゥギャル、トゥギャル、スギャル、トゥイン、トゥギュッ。これ、やってみてください。ありがとうございました。はい、今日も見てくれてありがとうございました。こんな感じでまたちょくちょく載せていくんで、よかったら見てください。で、僕が言ってることだったら僕が考えてることなんで 100% 合ってるわけじゃないんで、いろんなね、他の本とか読んだり動画とか見たりして勉強して、楽しいギターライフを送ってください。で、一番でもその中でも絶対これは大事だなって思うのが、録画とか録音して自分の聞き返すっていうの大事ですね。できてるぜ俺完璧やっさって思って聞いた瞬間、全然できてないやしっていうことよくあるんで、自分もよくあるんですよ。毎回そうなんですけど、だから自分で録音録画して聞き直してどんどん練習してみてください。で、それでもなんか分からんやん分からんよっていう時は、僕このギター講師やってるんで、よかったら習いに来てくださいお願いします。随時生徒募集してるんで、で、YouTube の説明欄のところに、メールアドレスとか Twitter とか Instagram のアカウント載せたりとか、あとタブ譜を売ったりとかしてるんで、よかったらそっちもチェックしてみてください。じゃあ、この動画が何かの役に立つことを祈ってます。ありがとうございました。